さてととりあえずソープに帰るか。え、ああそうだね。まあナノハが安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。お前らちょっと待て。高部さん、え、なんすか。ナノハって女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。向田菜乃葉さんでいらっしゃいますね。はい。電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは急用で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖。はい。つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。でも手術の日は今日ですよね。はい。でも決定は変えられないので、そこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？ちょっと待った。今何て言った。手術しないとお父さんが死んじゃう。あの一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を。え、あの時は。なんとか200万だけ用意しました。でもやっぱり心配なんです。まさか辞めたいというのですか。お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか。そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい。でも父も手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。はい。この子何も知らなかった。そうみたいだな。手術ってお父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ねえとこだったな。菜乃葉さん、手術のお話なんですが、必要なくなったと聞いています。え？手術前に再度検査をしたところ問題は改善されていたとのことで、よかったですね。本当に。ええ、
つきましてはこちらをお返しさせていただきます。今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り、当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。本当に？なかなか粋なことするね。会長からのご指示だ。さすがだな。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃおめえ間違えることだってあんだろ。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。じゃああとは任せた。おう、了解。それ、しまった方がいいぜ。あ、そうですね。そんだけ手元にありゃ、今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺ら、あんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち、未払いの給料はちゃんと振り込ませとく。本当にいいんですか？いいって。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにあんたの代わりはいねえんだから。ありがとう。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンってのが分かる気がしたよ。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。俺の番か。
こっちですよ。お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。なんでだよ。